小林系記念美術館は、新潟県上越市の高田城市公園にある、同志出身の日本画家、小林古系の作品を展示している、個人美術館である。建築家、吉田58が設計した国の登録有形文化財、小林古系邸の敷地内に整備が進められている。上越市立歴史博物館と共有していた頃の、施設、小林古系記念美術館は、 上越市立総合博物館と施設を共有して2002年に開館した小林古形帝及び画質を含めて一体的に運営している小林古形の初期の作品群すなわち古形芸術の源泉ともいえる写生や画校、模写などを含めて約1300点小林古形のゆかりの品々を収蔵しているこれらの収蔵品は上越市が収集したもの及び 上越市内の特殊化の寄贈による約1,100点に加えて小林古経保存会から250点以上の素描作品、加えて文化勲章をはじめとする古経ゆかりの品々で構成されている。全国の美術館に収蔵されている小林古経作品のデジタル複製画を展示していた。複製画ではあるが代表作をまとめて観覧でき、写生や画工、 模写などから小林古系記念美術館は、施設を共有していた上越市立総合博物館のリニューアル工事に伴って2016年11月から長期休館していたが、小林古系邸敷地内への移転の上、小林古系作品や郷土ゆかりの美術作品を展示公開するための展示室等の増築して、 2020年10月3日に新築開館した。なお小林古経典は2018年6月1日から長期休館していた。当館を含む小林古経典は高田城市公園内にあり、同じく園内に立地する上越市立歴史博物館に隣接している。アクセス方法の詳細は高田城市公園アクセスを参照。ありがとうございます。